モンゴメリー・ブレアモンゴメリー・ブレアはアメリカ合衆国の政治家。1861年から1864年まで第23代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。フランシス・プレストン・ブレア・ジュニアの2位。1813年5月10日、ブレアはケンタッキー州フランクリン郡においてフランシス・プレストン・ブレア・シニアとエリザベス・バイオレット・オギストの息子として誕生した。 ブレアは1835年に陸軍士官学校を卒業したが、セミノール戦争に1年参加した後の1836年5月20日にアメリカ陸軍を退役した。その後ブレアは法律を学び、1839年に弁護士として認可を受けた。そしてブレアはミズーリ州セントルイスで弁護士業を開業した。 1846年7月6日、ブレアは、デビュートベリーの娘のメアリー・エリザベス・ウッドベリーと、結婚したブレアは1839年から1843年まで、合衆国地方検察官を、1842年から1843年まで、セントルイス市長を、1843年から1849年まで、民事訴訟裁判所裁判官を務めた。 ブレアは1852年にメリーランド州へ移住し、合衆国最高裁判所での弁護士業に専念した。ブレアは1855年から1858年まで請求裁判所における合衆国省務官を務めた。そして、ブレアは1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件において、ジョージ・カー・アーティストと共に原告の弁護士を務めた。 1860年、ブレアは同年の大統領選挙において、エイブラハム・リンカーンを積極的に支持した。そして、リンカーンが大統領に当選すると、ブレアは郵政長官に任せられ、1864年9月まで同職を務めた。ブレアは郵政長官として、都市圏内における宅配業の自由化、郵便為替システムの導入。 鉄道郵便車の採用といった改革を実行した。この当時、世界各国の郵便制度の整備発展が促進される一方で、各国間の制度上の違いが運営上の障害ともなり始めていた。ブレアは郵便制度に関する基本的な事項を調整し、円滑な業務運行を促進することを提案し、百六十三年にパリで国際会議を開催した。 この国際会議は1875年のバンコク、郵便連合結成へとつながった。南北戦争終戦後、ブレアは共和党の復興政策に反対し、民主党支持に転向した。ブレアは1878年にメリーランド州会員議員を務めた。また1882年にはメリーランド州から合衆国会議員に立候補、したが敗北した。 1883年7月27日、ブレアはメリーランド州シルバースプリングで死去した。ブレアの遺体はワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。